とてもね、幸せな気持ちに浸っております。皆様のおかげです。ありがとうございます。今回ね、すごく迷ったことがあって、前回やった時にこのコンサートを決めてたわけですよ、ね、で普通の流れだったらこのあといついつやるから来てねみたいな、ね、感じでやるのが当たり前のプロモーションなんだけど、それをやめます。なんでやめるかっていうと、僕はその52歳になってこの50代をね、どういうふうに生きるかっていうのを今本当に真剣に考えていて、で望月英輔っていう、ちっちゃいけども、ブランドがあって、でそれが19の時から続けてきたんだけど、多分このまま同じことを僕は今やってても同じなのよ、僕から見える風景が。で今時代がどんどん変わっていって、なんかこう爽やかにフリーライブをやってさ、そこで感動してくれた人に CD 買ってもらってみたいなさ、もうそんな時代じゃ なくなっちゃったのよ。これは悲しいとかそうじゃなくて、時代が変わってってる。でやっぱり僕もある種こうプロフェッショナルっていうところにはものすごくこだわりがあって、やっぱりみんなからお金をもらって、でそれが支持してくれるっていう、あの唯一の分かりやすいこう指標でね、でこのままあの続けていっても、同じように続けていってもダメだなと。で一方で僕に使える限られた時間、体力も限られてるっていう中で、じゃあ英輔の活動をどうしようかっていうのを真剣に考えました。で、とにかく僕はピアノ弾いたってもうこんなもんだよ、ね、あのいわゆるピアニストっていうレベルには到底及ばない。そんなのもデビューした時分かってる。だけど一個だけ僕があのプロフェッショナルのレベルで負けてないなと思ってるのはメロディーだと思ってます。でこの英輔のメロディーをやっぱりこう50代のまだクリエイティブできる期間にとにかくあの伝えていこうとっていうふうに決めました。じゃあどうやって伝えていくんだって言った時に、あの最近インスタグラムに力入れてるんですよ。相手がね世界なの、ね、で今こうやって30人ぐらいのお客さんがこう来てくれて、だけどインストルメンタルってノンバーバルだからどこの国だってもいいわけで、僕の音楽が例えば日本で30人、じゃあアメリカで30人、カナダで30人、メキシコで30人、ね、アルゼンチンで30人、韓国で30人、ヨーロッパで30人、なんか合わせてじゃあ1万人ぐらいになったら、それはそれでなんか面白いっていうか届いたことになるんじゃないかなっていうふうに思いまして、 SNS での、作品発表に、当面全力を注ぎます。で言葉も全部僕英語でやります。日本語でやってる限りあの海外の人たちやっぱりもうすぐあの出てっちゃうから、あの別に英語得意でも何でもないけど、でも拙い英語でもあの全部英語でやって、当面インスタグラムとそれから YouTube ずっとほっといてんだけど、あの YouTube、SNS の活動に全部、場所を移して、で、作品を作れる限り作ります。で発表します。で、配信アルバムはその度に作る。もう次ね、次やるときこの会場がソールドアウト、ね、するっていう確信が自分の中で持てたら帰ってきます。また会う日まで。本当に、だから今日来てくれた人に本当に感謝してます。どうもありがとう、本当に愛してます。最後に、この曲しかないね、ファラウェイ、遥かなる旅。
路、僕の旅路が今日からリスタートしました。聞いてください。1